まだ YouTube の YouTube のライブ動画撮影っていうのですね、リアルタイムのアップロードはね、動画撮りながらの、それがまだ許可が出てないから、YouTube の方からね、 YouTube 社っていうのかな、 Google の方から、だからまだライブ動画撮れないんですけど、まあスマホがあったらね、その別の SNS でねライブ撮れてたんですけど、今ないからねで、それでまあ総監のことに関しましては、まあ、あれほどの大集団ですから、その市民権得たと勘違いしてたでしょうけど、まあ巨大な犯罪組織、ね、世界最大の犯罪組織と笑われますね、この後の時代。それ覚えてるでしょ、そういう次元史ね。なんでそれ繰り返すんですかと、繰り返してるからや、同じことを創価学会がな、ね、で評価だけ、あるいは逮捕だけは違うと、おかしいでしょ。どの次元でも同じことやってたら評価も同じですよ、ね、それ分からんかな、そういったメカニズムというか仕組みというか、当たり前のことでしょ。わざわざ朝瀬なの、評価だけは変わるかもって、次元が違うからってちょっとおかしいんちゃう、脳みそ思考回路な、同じことやってたら同じ評価ですよ。いや、アモアが成長したからって、もっと評価厳しくなってそういった面に対してな、めっちゃ大人になったから、そういううやむやを嫌いになって、近藤を嫌いになって、それ大人じゃないってそのガキ道に言われたくないしやろ。まあ背書きの教団側とガキ道の信者側っていう構図はあるよ。でもね、逆の構図もあるよ、背書きの信者側とガキ道の教祖側なんもたまらん時代やろがっかりやろ、宗教に対して。なんで信者が、な、背書きせなあかんね、ガキ道の教祖共に。そんな構図になってるやろ。で、創価学会の場合、その、教団内の被害者が多いはずやで。な。みんな創価嫌い嫌い、もちろんうちも嫌いや。どんどん言ったらいいけど、教団内部に、被害者、まあ、末端に、まあ、周辺に、赤織優奈事件とかでもそうやねんやろな。な。だから創価学会内部にこそ被害者がおるね、宗教犯罪の被害者が、宗教犯罪とか教団による犯罪の被害者がおるね、めっちゃおんねん、足抜けてけへんねん、知ってるやろ、それ有名やろ、関西では有名ですよ、創価に一回入ったら足抜けてけへんって、共産党もそうやけど、創価と共産党に一回入ったらもう足抜けてけへんって有名ですよ。いや、共産党は野党だからって、革命掃除じゃなくなったけど抵抗してるから、その軍国主義とかなんかそこまでしつこい言うから、しゃあないな、じゃあ軍国主義復興しようかって安倍さんが逆ってるんかも知らんし、ひょっとしたら、ひょっとしたらやね、せやけど公明党与党になり下がりよって、社会党や共産党から見たら公明党は与党になり下がりやがって、社会党って今の民主党系のとか、まあ、いろいろな社民党とかね、で結局、政治の話を置いといて、創価学会のことを言うと、その結局、その教団内部における損害賠償、すっごい額じゃん。それも天文学的じゃん。つまり信者から創価学会に対する集団訴訟、訴え。あり得る。それも天文学的数字やろ。やばいねんで、ね。信者から訴えられるんです。創価学会が。なんでその可能性、わからんかったんかな、みんな。あんなことやって。な、犯罪組織ですよ、はっきり言って、創価学会は。ね。じゃあ、信者そんな権利ない。いや、騙されとったと。まあ、特別権力関係、でしょあれ。内部は、ね。で、法律上の特別権力関係が、認定できるかどうか、認定か、その推定できるかどうかっていうのはことをやろうと思うけどね、宗教団体においてはね。それは、ね、その別に、辞めれば済むっていう前提やけど、それが辞めれなかったっていうね、実態。で、足抜けできないって実態は、相当緩和すべきであるってことやんか。でしょ？さてさて。ほんで、結局、じゃあ、足抜けできへんってことはもう、
悪させなあかんようになるやん。めっちゃシンプルティンキングやけどな。ババアのおばあの足抜けでけんってことは悪さしなきゃいけないのか。頭シンプルか、バカ者が。な、自分らのバカさ加減に飽きるやん、お前。で、やめられへんから私ら悪いのって、日陰者って。入った後のが日陰者になっとるやんけ。そうかな、ババアの。それ気がつかないっちゅうのまたすごいババアの証拠やな。騙されやすいね、ババアは。な、コロッと甘い言葉に釣られて厳しい言葉言いやがってな。で、そのあの手たら、あ、何これをライブで放送したかったよ。面白いやろ、これでライブで言われたら。